皆さんこんにちはネットビジネスアナリスト横田修林です今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります今日もよろしくお願いしますはい、今日は2022年1月3日火曜日ということになりましたが皆さんがご覧になっているときには1月4日になっているんじゃないかなと思うんですけど今日まさに1月3日にですね えー、映画を見てきましたということでまず今日ブログの冒頭についている写真の方から説明していきたいと思います、えー、こちらからご覧くださいどうぞはい、えー「スラムダンクのですね映画を見てきました僕らがですね高校生の頃にその いわゆる週刊ジャンプなどでですね、まあ、連載されていたんでしょうか。僕もね、なんとなくね、読んでた記憶があるんですが、実は、この今回映画が公開されるにあたってですね、改めてですね、その YouTube の方に毎日ですね、その… 1>, 1話ずつですねあの、アニメがですね、公開されていったわけなんですけど、これ改めて見直してみたら、全然ストーリーを覚えてなくてですね、で、なんかちょっとうろ覚えだったんだなということが改めて分かってで、それで1話からですね、最後までですね、す、え、べ、ー、て僕はね、えー見、見ました。ですごい面白くてですね、で、うちの息子もですね、ハ、え、マ、ー、ってしまって、えー、2人でですね、今回映画を見に行ったわけなんですけど、 まあねあのあまりとネタバレになるのであまり話しませんがいや非常にねあの内容的に面白かったです。であの その一つの試合っていうものを結局2時間かけて何て言うかな説明してるだけなんですけどその間にですねその、えー、今回ねあの宮城亮太くんっていう子が、まあ、主人公だったんですねだからこれらが面白くてその桜木花道っていうのは主人公じゃないんですねでこれ「スラムダンクの中でも一応桜木花道が主人公ってことになってるんだけど実はその主人公の割にはあ,のあまりこう何て言うのかなあの ヒーローロじゃないわけでですよで結局ルカとかですね他の人の方が、えーゴ,リあのー、ゴリラとかですね、えー、こっちにゴリかゴリとかの方が、えー、活躍したりとか、えー、していたりとかしてですねまあその辺がねこのなんかこう「スラムダンクの人気の秘訣じゃないかなと思うんですけどで今回はその宮城亮太くんっていうこのですねその生い立ちから始まってですねどうしてバスケを始めたかそしてバスケによって乗り越えられたことっていうのはですねその映画の その一つの試合の中で過去を振り返ってですね回想シーンがあってでそこでそういうことがあってっていうのはねあのちくいちこう戻っていくるんですよ。その 単純に2時間の中でそのバスケの試合を1試合こなすんではなくて途中途中にですねその回想シーンが入ってきてまあ言ってみればなんかねこの僕らが見てきたその漫画を読んできたそしてアニメを見てきた分のなんか伏線回収というかですねあそういう背景があったんだということをですねえもう一回こう学びながらですねそしてもう一回その えっと新しいこの映像の技術によってそのアニメをですね、えー、見ることができたということで非常にねあの感動して僕もだ何回も泣きましたけどで泣いてるシーンというのは結局その試合でどっちかが点を入れたとか点を取られたというところじゃなくて結局その回想シーンの部分がですね結構やっぱりこう感動的なストーリーが作られていて、まあ、面白かったかなと思っていますね。なのでもしかしたらこのこの他の、ね、方ですね 例えば、えー、ルカー君だったりとか、えー、三井君だったりとか、それぞれにフォーカスした形で、また映画を作っていくってこともできるのかなと思っています。まあ、その時に、えーまあ、今回はですねあの、ある試合を元に、改、え、造、ー、シーンがあったんだけど、別の試合のとこで、 まあ回想シーンを作っていくっていうのは、まあ、できなくはないかなと思っているので、まあ、そういう形でまたですね続編があるとね面白いかなと思ったりもしましたねもちろんこの先の話っていうのもあるといいかなと思ったんだけどそれもねちょろっとだけあるんですよこの高校出てですねそしてその後活躍している様子っていうのが 少しだけシーンが入ってるんですけど、まあ、その辺のね、この先の話も実は止まっているので、ここら辺もですね、また漫画の方ですね、あの連載を始めてですね、そしてまたしばらく経ったら映画化されると、まだまだスラムダンク人気っていうのは、これで今回ね、分かったんじゃないかなと思うので、まあ、それにね、えー、こう期待していますので、えー、ぜひまたね、えー よろししくお願いいますすう感じなんで,すであとねもう一個良かったのは今回ねやっぱりねあの音楽がすごい良かったですねあのザ・バースデーっていう、えーね、方これ僕も大好きなです、ね、ロックバンドなんですけどでこのバンドと多分ミッシェル・ガン・エレファントですよねの全身,身だと思いますけどでそのザ・バースデーっていうものとそして、えー、今回10フィート ですね、この2つのです、ね、バンドの曲がいい感じで,です、ね、入っていてです、ね、その辺もすごい良かったしやっぱなんか最近の、ね、映画の中で音楽を使ってこう感動させるとかっていうものの要素が前よりもかなり強くなってるなって気を、ね、ちょっと感じたりもしてるんですけど今回もそういう作品だったかなって気はしていますね。ということで是非皆さんも良かったらですね見に行っていただければと思っていますと。 いうことなんですねはい、えー、そんな今日ですね、えー、皆さんにお話ししたい内容っていうのは、えー、インスタグラムの話をですねちょっとしたいなと思ってるんですけど実はこの年始にですねいつもですねこのインスタグラムの1年間を振り返るっていうことで2019年ぐらいからかなやっています。 はい、こんな感じ2019202122という感じでやってるんですけどこれらをねちょっと振り返ってみてどうこうっていう話を今回しようかなと思ったんですがところが 去年の1年間の中で特に後半の方に入ってですねいわゆるショート動画と言われているあのインスタグラムのリールっていうものを活用したりストーリーズっていうものをやり始めてですねかなりインスタの活用の仕方が変わったんですねこれによってどういう影響があったかっていうことをですね今回は話したいなと思っていますので、えー、よろしくお願いいたしますではですねまずはちょっと、えー、数字の方ねあの去年みたいな形のですね数字を出してから、えー、細かい話をちょっとしていきたいなと思ってるんですけど、はい、ではこちらで こちらからか見ていきましょう。はい、2019年、えー、20年というふうに見ていく場合にこう21年、22年まで来ましたらこれね、なんとなくね、この一番左側の公式アカウントだけフォロワー数がですね、ちょっとずつ増えてきている感じなんですね、100ずつぐらい増えてきているって感じなので、ここは増えてないですね、これあんまやってないので。まあ 100ずつぐらい増えてきてるって感じになっているんですが、右の2つですね、新潟グルメと鉄道ファンっていうのは、ほとんどこれ動かしてません。もう投稿もほぼゼロじゃないかなと思っているので、やっぱこれはですね、ほとんどフォロワー増えないと。まあ、なんかね、インスタの面白いところっていうのは、フォロワー減らないんですよね。だからなんかこう、解除するっていうようなことをするっていうのはなくて、そのツイッターはね、結構解除する人がいたりするんですが、このインスタの場合はね、一応維持はしますが、 投稿しないとですね、減ったりはしないんですけど、増えたりは絶対しないという感じになってますね。で、この一番左側の,その公式アカウントだけ今、メインに動かしているんですが、で、これ、さっき話したように、ですね、そのストーリーズというものとリールというのを始めたわけなんだけど、これでどうなったかということをですね、ちょっと見ていきたいなと思っているんですけど、はい、まずはですね、ちょっとで大きいデータの方からですね、確認していきたいと思うんですが。はい、ご視聴ありがとうございました。続きをご覧になりたい方は、 動画の下にあります概要欄の方から YouTube チャンネルのメンバーなるにはのリンクを進んでください。そうすると YouTube メンバーシップの申し込みの中で月額190円から学べますデイリー会員っていうのがありますのでこちらに入っていただければ見ることができます。今日の動画だけでも190円の価値があると思いますが今日から1ヶ月間ですね毎日に動画を見ることができますし そして、デイリー会員というサービスを始めて1年以上経ちますが、すべての動画を見放題とも言えますので、よかったら申し込んでいただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、続きをご覧ください。どうぞ